赤坂遺跡赤坂遺跡1赤坂遺跡は、神奈川県三浦市、初越町にある、弥生時代中期後半から後期にかけての集落遺跡。国の史跡に指定されている。三浦半島南部、京急三崎口駅から350メートルほど南に、ある標高約50メートルの大地上に広がっている。国の史跡に指定された範囲は、約4700平方メートルだが、 その周囲を含めた実際の遺跡の範囲はおよそ7万平方メートルを測る。赤坂遺跡に関する最初の記録は1897年に東京帝国大学が刊行した日本石器時代人民遺物発見地名表第2版に掲載された相模国三浦郡初越村での遺物の出土記録であるという。その後、昭和初期には御用邸道路建設の際に 赤星直忠が道路切り道紙面に縦穴住居の断面を発見し、弥生時を採集し記録した。戦後になって、1966年の立教大学の調査など、いくつかの発掘調査が行われるようになったが、1977年に三浦市教育委員会と横須賀高校学会が赤星直忠を団長とする遺跡調査団を組織し、本格調査が開始された。 2007年には1977年の調査から数えて第24次までの調査が行われている。一連の発掘調査により検出された縦穴住居は130件以上を数え、15.0メートル12.2メートルの巨大住居跡など長辺が10メートルを超える住居跡が4件検出された。また、出土した物は弥生のほか製品、 鉄製品、送信具類、石器、有機質異物、重骨、骨格器、貝類、貝製品などが豊富に出土した。他に住居内に海藻を伴う縦穴住居が発見されている。これらの成果により、当遺跡は、弥生時代中期後半から後期にかけての三浦半島において、漁労活動や海を利用した遠隔地との海上交流などで拠点的な役割を果たした。 大集落であることが判明した。遺跡の中心部分となる約4700平方メートルの範囲は2011年3月8日に国の史跡に指定された。また1992年の第8次調査での出土品は2017年1月10日に三浦市指定有形文化財に指定された。出土品は初恋市民センター内の赤坂やよい学習室にて保管。 展示されている、史跡赤坂遺跡のホームページ、ありがとうございます。